今日は私の大好きな口紅を少しご紹介したいと思います。これはスペシャルな時にだけ使う口紅なんですが、入れ物はこういう陶器の器に入っていて、それ専用の紅筆を水にちょっと浸して溶かして使うようになっています。見えるかな。ちょっと使いかけなのであんまり綺麗じゃなくて申し訳ないんですけれども、昔ながらの技法で紅花を使って作られている口紅です。これは私のとっても大切な方からいただいて、使ってみて、あ、いいかもと思って、これが3個目になります。でもちょっとお高いので特別な時だけ使うようにしています。水で少し溶かして唇の上にのせていくんですが、その方の薄く重ねていくので、その方の唇の色がこう引き立つような人それぞれの発色の仕方をします。よく昔の江戸時代とか女性の方の浮世絵だったりとか絵とかを見ると、時々裕福そうな方が唇の色がこう玉虫色みたいな色の口紅をつけてらっしゃる女性の方が多いんですけれども、その方はお金がとてもあるので、この貴重な紅を何層も重ねてこう玉虫色を出したというふうに本で読んだことがあります。でこれはとってもお気に入りで使っているんですけれども、なんかちょっとこう無精な感じとか雑な感じが分かってしまうんですが、ちょっと一度笑かしてしまいまして、普段はこうラップとかこう何かあんまり外気に触れないようにしてしまっています。私の好きな口紅もついでにご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。ご参考にしていただけたら嬉しいです。本日も最後までご覧くださりありがとうございました。それではまたお会いしましょう。